ポップな色使いに可愛らしいキャラクター。現在山梨県では障害のある方々の個性あふれるアートを展示した作品展が開催されています。今回はアートを通して伝えたい作者の思いに迫ります。全身山梨。県では障害のある方が手掛けた芸術作品を展示する家中美術館を開催しています。作品は毎月県内の公共施設やカフェなどに展示され、アートを通じて障害者への理解を深めてもらうのが目的です。今年の家中美術館のチラシのイラストを担当した住野花さんも出展者の一人です。こういう作品はなんかどういう、こう思いとかがあって描いたんですか？やっぱ多様性を主に描いてて、カエルだから緑とかキリンだから黄色っていうのもあるんですけど、そうじゃない子たちもいっぱいいて、いろんな色、いろんな子がいていいんだよねっていう、そのイメージで描いてます。現在18歳の花さんは支援学校に通いながら数々の作品を生み出しています。その作風はデジタルアート、下書きをせず一気に描き上げます。あんまり色を使いすぎちゃうとごちゃごちゃしちゃうので、3色から5色をメインにしてまとめて描いてます。半日で描けちゃうような作品もあれば、夜描き始めて朝までずっととか。すごい。どんだけ描いても飽きが来なくて楽しいです。花さんの絵に触れた人たちにこうどういうふうに思ってほしいとか、なんかそんな思いっていうのはありますか？辛いこととかがあっても大丈夫だよって、笑顔が増えることが絶対あるから、絵を見て元気づけられたらいいなって思います。花さんの作品を含めた家中美術館は3月まで開催中です。詳しくは家中美術館のホームページをご覧ください。アート作品を通じて障害のある方への理解をより深め、お互いを尊重し合える社会を目指したいですね。